をしている最中にちょっと家で緊急事態がありました。通常の水道使用量の4倍ぐらいの請求になりまして、水漏れ調査をしたいということで連絡がありました。で、水漏れの調査、それと修理でちょっと時間がかかりました。で、また旅の再開です。岩見沢市北村公園に、北村中央公園に向かってます。まもなく目的地付近です。
いただきます。ごちそうさまでした。おやすみなさい。
いただきます。ごちそうさまでした。それでは次行きたいと思います。岩見沢市北村中央公園キャンプ場でした。ご視聴ありがとうございました。